ぷぷーぬるだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬるです。今日の動画はこちら、新型アルファード初の給油動画を撮っていこうかなと思います。このアルファード数日前に納車されたんですけど、ようやくですね給油ランプがつきましたので、いよいよ給油動画を撮っていきます。で、給油しながらですね、このアルファードの燃費についての情報だったりとか、あと今のガソリン価格で満タン給油するとどれぐらいの金額になるのかっていうのも紹介していきますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。はい、というわけで早速給油しに行くんですけど、まずはメーターを見てみます。メーターの方にはしっかりと給油ランプもついていまして、あと航続可能距離は4キロということで、かなり瀕死状態です。よくここまで減らしたな自分。ちなみに10日くらい前に上げた動画の時はレギュラーガソリン価格が177円でした。そして今回のこの新型アルファード 2.5 リッターハイブリッドは油種レギュラーになりますので、金額などもチェックしていこうかなと思います。では今近くのガソリンスタンドに向かっております。走行している間にですね、航続可能距離が3キロになってしまいました。ちょっと心配ですので急いでいきます。で、動画ではですね、初めてこのアルファード運転している姿をお見せしていると思うんですけど、どうでしょうか、似合いますかね。あんまりね、今までやっぱりセダンしか乗ってなかったので、ミニバンを運転しているヌヌさんっていうのはあんまり見慣れてないと思うんですけど、どうでしょうか。ぜひコメント欄で似合う似合わないなども教えていただけると嬉しいです。まあ、買ってしまってからね、似合わないとか言われてもちょっと切ないんですけど、まあ、それはそれで真摯に受け止めます。なんかいつもの道が全然違く見えるな。運転の方はですね、やっぱり新車ということもあってかなり緊張します。なんかやっぱりいつものセダンタイプと比べて座面がかなり高いので、全然いつもと違う感じでかなり緊張しております。ただね、新車なんで手汗あんまりつけないようにクーラーで乾かしながら進んでおります。40アルファード第一印象としては、30は結構横乗りだったりとか自分で運転したりとかもあったんですけど、ボンネットがですね、ほぼほぼ見えないなーっていうのが第一印象です。今までの30アルファードはボンネットしっかり見えていましたし、キノコミラーもついていたので結構距離っていうのは分かりやすかったんですけど、今回キノコミラーもないしボンネットもほぼ見えないので、ちょっとね、距離がつかみにくいなーっていう感じですね。感覚とフィーリングで運転しております。それとドアのパネルが結構下の方に来てますので、かなり開放感あります。でね、結構見やすいですよ、こんな感じでちょっと覗けばすぐ見えるので、左右の確認とかはしやすいです。で、今回からはですね、ここにメッキがついてるんですけど、このメッキがかなりポイントになってまして、外から見た時はもちろんなんですけど、この運転席からも見えるっていうのが個人的にはかっこいいなと思います。結構太めのメッキなのでかっこいいですね。意外と加速した時の音がブーンって言ってる。で、今回エグゼクティブラウンジで2列目のエグゼクティブシートがかなり重いんですけど、それでもね、そんなに重さ感じないです。結構軽やかに走ってくれますね。パワーは結構ある感じ。やばい、もう航続可能距離が表示されなくなった。給油してくださいになってしまった。それではもうそろそろガソリンスタンドに着きます。はい、というわけで今着きましたので給油していきます。40アルファードの給油口のボタンはここについてます。ここですね。今まではここの下、これと同じような感じのレバーだったんですけど、今回からボタンに変更されています。うん、これ分かりやすいですね。結構給油口のスイッチって探しませんこれとね、これボンネットのレバーですけど、これと間違える人たまにいますよね。すごい音でガチャンって開く人いますよね。それでは続いて気になるガソリン価格なんですけど、10日前の撮影の時はレギュラーガソリン価格が177円でした。なんですけど今回はこちら、レギュラー180円、ハイオクはもう190円台突入しましたね。そして一番驚きなのは、だいたい10日ほどで3円も値上げしているっていうところですね。ちょっと衝撃価格です。ではレギュラー満タンいきます。確認。さあ、いくらになるだろう。それでは給油始めていきます。
まだまだ先は長いぞ。レギュラーで済むのだけでもかなり助かりますよね。だってレギュラーと配役で11円も差があるんで、この11円というのは結構大きいですよ。だから愛理ちゃんとかめっちゃ大変だよね。コルトとか廃屋だからさ、結構大変そう。よし、止まりました。一旦抜きましょう。あ、怖くて振り返られないよ。あ、すごいね。はい、それでは気になる給油金額です。それがこちら。まず今回入れた容量が49リッターということで、だいたい50リッターですね。入って金額8966円。だってさ、これちょっと前のさ、廃屋の満タンぐらいの金額じゃない？あー、やばいねこれ。まあ、とりあえずですね、無事に給油できたので、このまま会社に戻ります。はい、というわけで今アルファードの初めての満タン給油が終了しました。メーターの方をですね、見てみると今のところ航続可能距離が733キロになっております。なので状況によって違いますが、満タン給油するとだいたいこれぐらい走ってくれるっていうのが分かりました。そしてですね、今回は49リッター給油したんですけれども、カタログでタンク容量を見てみると60リッターと書いてありました。なので本当はもうちょっとだけ入るかなと思います。で、ちなみに私が所有している LS のタンク容量は80リッターになっていますので、やっぱりタンク容量も LS の方が大きいですね。今回私はアルファードの 2.5 リッターハイブリッド車だったので、レギュラーガソリンで済んだんですけど、ベルファイアの 2.4 リッターターボガソリン車になってくると油種が廃屋になります。ガソリン代はベルファイアの 2.4 リッターターボガソリン車の方がかかってきます。なので今後ですね、新型アルファードベルファイア購入検討している方はここしっかりとチェックしてもらえればと思います。続いて燃費の方なんですけど、カタログ数値だとアルファードのハイブリッド車が 17.5、 そしてガソリン車が 10.6 となっています。で、ベルファイアの方のハイブリッド車が 17.5、 ガソリン車が 10.3 ということで、カタログ数値だけ見るとアルファードベルファイアとそこまで大差ないですね。ただ今のはカタログ数値なので、気になるのは実燃費ですよね。燃費に関しては今後市街地を走ってみたり、あと高速道路を走ってみたりなんかして測ってみますので、ぜひそちらの動画もチェックしてみてください。それと今回ガソリンスタンドに行ってみて、10日間で3円値上げしているっていうのは非常にショックでしたし、びっくりしました。ただいいニュースも入ってきて、9月末に終了予定だったガソリンの補助金が延期するかもという方向性で調整しているそうです。ただこの前の動画でも言いましたが、ガソリンの内訳はほとんどが税金になっていますので、延期したとしてもあまり根本的な解決にはなっていないと思うんですけど、ガソリンの値上げがひとまず落ち着くっていうことなので、ちょっと一安心ですね。今後もガソリンに関するニュースがあればまた動画で紹介していきたいなと思いますので、ぜひ動画チェックしてもらえたら嬉しいです。はい、というわけで今回は新型アルファードを満タン給油したらいくらになるのか、航続距離は何キロ走れるのか、そして最近のガソリン事情についても触れてみました。まだまだこの新型アルファードに関しては乗ってみないと、買ってみないとわからないことがたくさんありますので、今後もどんどんシリーズ化していこうと思います。ぜひ新型アルファードベルファイア購入検討の方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日はこの辺で、ヌルでした。バイバーイ。